こんばんは岡田敏夫です。えー、1月11日日曜日ですね岡田敏夫ゼミ、えー、第2回新年第2回ですね、えー、まずですねまあ冒頭一番最初からですね入りますけれども、えー、今回のプリクラ写真とかその他の写真についての僕の方からの、えー、お詫びと真相というやつですね、えー、ネットで流れているプリクラの写真とあと、えー、他に多分何点か写真があると思いますけれどもすべ、えー、て本物です、えー、流出させ あのこの写真を流出したのはですね今僕がお付き合いしている京都の A さんという女性です。えー、もうこれ一般の方ですから、えー、仮名にさせていいたただきたいで A さんはこの、えー、写真を流出させたことにですねちょっとあのすごく、えー、罪悪感を持たれててですねで自分でもですね、えー、これ何で自分でもやってしまったのか分からないなかったことにしたいっていうふうに えー、話したので,です、ね、僕の方から、えー「じゃあこれは偽写真だとすっとぼけることにするよと」と「これで大丈夫?えー」っていうふうに確認したらですね「あのあそれでいいです」というふうにおっしゃったので,です、ね、僕の方はもうあのなんでしょうこれ下手な嘘だなというふうに思いながらですね「えー、偽写真だ」というふうに言いました。で、えー、そういうフェイスブックとツイートを流しました。えー あのネットを通じてですけれどもあの岡田俊を信頼していただいたファンの皆さんとあとまあ,うんまあ興味を持って見ていただいた方あとネット社会そのものですねそういうふうなものにえ信頼性を損なななう軽率な行為だと反省していますんでそんなことをしたのかっていうのはもう一回後で説明しますけれども一番最初にですね僕自身が本当にあったものをなかったというふうに言いました。 で、それに関してすっとぼけようというふうにしたのは事実です。えー、と、この件に関してはも、本当に言い訳もしようもないこと、えー、ことをしましたので。お詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。ではですね。あの、まあ、ここからですね。ちょっと話をしたいんですけれども。多分、この放送を見ている皆さんの中では。 何のことを話しているのかわからないという方もいらっしゃると思うんですね。で、そこから話を始めるのでですね、アンケートをですね、最初に取らせていただきたいと思います。えー、これはですね、まあ岡田斗司夫ということになるんですけども、皆さんどう思いますかと岡田斗司夫を許せる、許せない、あとよくわからない、ま、え、あ、ー、事件そのものも知らないしよくわからない、もしくはこういうことを判断したくないっていうのも含めて三択でですねアンケートを出します。アンケートお願いします。 はい、えー、岡田俊夫ですね「許せる」「許せない」「よくわからない、えー」今の段階でですね僕が、えー、ちょっとあの説明しただけの段階ですいませんけども一度ですね皆さんのお考えを教えてくださいよろしくお願いします。うそをついたから許せないというのもありですも,うもちろん。はい どうでもいいはよくわからないに入れてください。はい、お願いします。アンケート結果出ましたか。はい。えー、許せる二十九点五パーセント、許せない二十二点八パーセント、よくわからない四十七パーセントでですね、えー。ちょっと意外な数字ですね、えー。ではですね。これから経緯説明をいろいろしますので、その結果なんかもっと許せないという人が増えるという可能性は大いにあります。 えー、じゃあ,あの彼女のことについて話します A さんですねあの A さんはですね作家志望の女性です20代前半です。で、えー、A さんはですねあの昨年の7月からですね僕はお付き合いをしていますお付き合いをしていますという現在進行形でお話し,しています。えー、で僕とお付き合いする前からちょっと A さんは自分で拒食症気味で、えー、食が細くなっているというようなことをおっしゃっててですね、えー、まあ,あの割との割と 時々あの不安定になったり健康が悪くなったりする方だったんですねであの何度か危ない状況になってその度に僕は会ったり LINE したり励ましたりはしてましたで、えー、ただですねやっぱり僕最初にお付き合いする時から、えー、これはあの愛人っていうふうに言われてるんですけども僕はあの結婚してませんあの独身ですからです、ね、愛人っていうのは存在しませんすべて彼女です彼女さんです で、えー、彼女として付き合うときにですね必ずその他に彼女いるけどもそれで構わないよかっていうのを聞いてるんですねであのこれね正直言ってずるいんですよ僕自分でも分かっているんですけどもあの他に彼女いるけど構わないよねとか構わないかっていうふうに聞いたらですねその時にその男の人のことを好きになった女の人って。 構わないっていうふうに言っちゃうんですねそれは分かってるんですけども僕もですね別にそ,のそれからずっとお付き合いするわけですからやっぱ基本的にそだから惚れてるわけですから付き合ってほしいと思うので「他に彼女いるけど構わない」「8人いるよ」っていうふうにちゃんと説明はしてるし彼女自身が多分どっかで書いたと思うんですけども図解までしてその分かりやすく解説するとです、ね、いつものなんか悪い癖が出てしまってですね、まあ、解説したんですけども。 であのほ、ーまあ、他に感情いるかかまないでそうすると女の人って自分の中で恋愛感情があるので好きだからやっぱり許そうと思った心をなんか利用するみたいな形になってるはなってます正直な話だからそれを分かってたでしょと女,の女,の女って惚れたら相手が8人いるけどそれでいいって言われたらそこで。 大の,女の子引くけどもでもその中で「それでもいいって思っちゃう人っているの分かってたでしょ」と言われたら僕は「分かってました」正直に答えるしかないです。でもそれぐらいやっぱりその人と付き合いたいというふうに思ったからなんですけども、えー、全くですねだから確認取ったから俺無罪だといいうつもりはないです,すみません今日こういうトーンでずっと話しますけども。えーで その代わりというのはなんですけれども、付き合うときにですね、約束していてですね、でですね、あのよく付き合ったらですね、別れる方が難しいっていうのは恋愛でよく言うことなんですね。で、えー、僕の方からは君と別れようと言い出すことはまずないと、まあ全くないとは言えないんです。でもまずないと。でその代わり君の方が別れたいっていうふうに言ったら、僕はその段階で問答無用で。 一切なんでとかもう一回考えてと言わずに分かったという関係を終了させるというのを約束にしてたんですね。それでないと何でしょうねうん。その女の人の最初付き合いたいと思った決心がやっぱぐらついたときに僕の方がもっと会いたいからといって追いかけるのはこの関係においてなんかあまりにも自分がずるすぎるというふうに思ったのであの付き合うときにはですね。 A さんが「もう別れよう」と言ったらその時点で僕は引き止めもせずに別れるっていうふうに決めてましたでうん年末にですねあの A さんからです、ね、別れを切り出されましたその理由はあの彼女がですねあのこれさっき言ったルール違反なんですけども先生やっぱりもう別れます 先生彼女は僕のことを先生って言うんですすやっぱり言うんですでも彼女はですねその割と不安定な人でやっぱ行って後でやっぱ考え方が変わったりということがしょっちゅうあるんですね。でうん電話してくれというふうに言われたんで電話して確認したところそのいつ自分が捨てられるか不安になると僕の方はそういうことないよって言うんですけども捨てられるのか不安になると。自自分自身がその 先生のこの人が他の彼女じゃないかというふうに勝手に疑った人そういう疑った人にどんどん自分が嫌がらせしてしまうで嫌がらせするのが止められないっていうことをおっしゃってますで僕の方はですねあのいやでも君そういう子じゃなかったよねいや僕が知っている彼女は実はそのなんでしょうかね大学もちゃんとした大学ですしでご両親もすごい立派な方なんですね。であの 何より体育会系の、えー、ちょっとかなりきつい系のサークルで大学で4年間ずっと頑張っててで、えー、後輩もいてすごい礼儀正しいシャキッとしたすじめの正しい人なんですよだからそんなことするとは全く思えなかったんですねでも彼女が言うにはですねもう自分がわからないと自分はそんな嫌がらせするような人間ではなかったのにやってしまう。 どうしたいのって聞いたら「だから別れたい」まあ、あのそんな即答したんじゃないですよ。で「どうしたいの?」っていうふうに聞いたらすごく考えた上で彼女が「別れたいです」っていうふうに言ったので僕が「分かったじゃあ別れましょうこれが最初からの約束だったからね」って言うと彼女の方が「はい」って言ってそれではあの電話は終わりました。でその時は僕にしてみれば自分の感情はもう当然押し殺すわけですね。他になんか心配もあるし 急に言われたら変な言い方ですけど自分が捨てられるわけですからいろいろ感情があるんですけどそれを抑えてたらですねそしたらまあその10時間後か12時間後か忘れましたそれぐらいの感覚でですねあのちょっと A さんはですねある事件を起こしたんですね事件っていうかちょっとした事件なんですけどそれはあの写真流出とかではないですもっとプライベートなことです。 でえー、もっとプライベートで彼女自身にとって危険なことがちょっとあったんですね。で、えー、それは僕はすごい危険だと感じたのであの慌ててですね、まあ、あのルールを破ってですね一時的にそれで A さんは落ち着いてくれたんですけどもあのうーんその後 A さんは、えー、急にネットフェイスブックとか だと思うんですけど、Facebook で、えー、僕とのあの写真をばらまくようになりました。えー、ばらまいて、あとは僕との LINE のやり取りとかもばらまくようになりました。それがあの僕にしてみればなんだろうな。多分彼女は今になって思えばあのその段階で僕になんでこんなことをするんだとかお前なんかもうあの嫌になったあお前なんかもう捨ててやるっていうふうに。 言われたかったかも分かかっもないですねでも僕はそう考えずにとにかく何でそんなことをしたのかとあのネットの写真の流出をやめろでもなく削除しろとかそういうのでもなくとにかくなんでそんなことをしたのからもう,あのうーん反省してるとなんで自分でもそんなことをしてるのか分からない。で僕がじゃあどうすればいいんだろうね。それは その僕らの問題として考えようよよう言ったんですよどうすればいいんだろうって言ったらもう何もかも分かんないから頭のおかしい女が勝手にやったことだっていうふうにおっしゃってくださいとネットでおっしゃってくださいと言われたので僕はそれは自分自身としてできないんですねでもう私なんか切り捨ててくださいと言われてそこの段階で切り捨てると明らかになんか僕はその先になんか危ないものが見えるのでですねそれもできないやりたくないというふうに伝えました。で A さんはです、ね、その写真流出の件に関して自分がやったことなんですけど同時に自分自身で罪悪感を持っていてだから人間ってなんかそういう多分心の作用があるんでしょうねやっちゃったんだけどもそれに関して罪悪感もあるしここれぐらいいのとととしてて当当然だだよっっっ正当化もきっとあったんだと思いますそれは僕のそれまでのなんか態度がずっと積み重なってきたことに関する嫌悪感みたいなものかも分かんないそれは僕にはよく分からないんですけども。であのただ 僕と話した時点ではその写真流出に関してはすごい罪悪感を持っててできればなかったことにしたいっていう話になったんですね。で、えー、じゃあそれを彼女が言っているなかったことにしたいっていうのをまあなんか僕ができるといえばとりあえずこれはうんまずい手だなとは思いながらもっていうことなんですけどまあ ごまかしきれるかなっていうふうに心の中の半分ぐらいも思いながら「いやこの写真偽写真です」「皆さんあのどうもお騒がせしました」みたいなおちゃらけたことを書いいてしまいましままたこれがその本当にその時点で守りたかったことっていうのは僕自身にしてみれば自分の写真がとか名誉がとか実はあの彼女がいるんだというふうなことはもうこの段階で隠しようがないのははっきり分かってるんですね。 でえー、そんななに隠したつもりもりい例えば A さんとデートしている時は手を握って歩いてますし別に誰かに見られたからといってあのそんなに僕自身は問題とは思ってなかったんですけどもうんただその「偽写真だ」というふうにすっとぼけるようにするよとこれであの気が楽になるっていうふうに聞いたら「うん、あのそれで大丈夫です」っていうふうに彼女が言ったので。 じゃあもうこれで行っっちゃおうと思って、えー、ツイートしましまたで今そのこれで大丈夫になるとかこういうふうに A さんの体をおもんばかって言ってっ彼女が OK って言ったので出て言ってるからまるで僕が A さんの確認を取りながら A さんのためにって言ってるんですけどもさっきも言いました通り半分は確実に僕自身の保身ですからこの写真流出に関して本当に僕には言い訳の余地がありません。本当にですねただ あの事情説明というのを今日は全部できるだけ話すということですから聞いていいいてたただきたいと思いますであの、まあ、あのネットを通じてさっきの謝罪の繰り返しになるんですけども本当にあのファンの皆さんとか信じてくださった皆さん僕の本を買ってくださった皆さんに嘘をついたことは申し訳ないと思いますしあとは僕自身がんだろう大人になってから出会ったものすごく楽しい世界ネットですね。 ネットの情報はいい加減というふうに言われてますし、嘘も多いと言われてるんですけど、本当のこともありますし、ネットでないと伝えられない、ネットで匿名でないと声を出せない人っていうのもいっぱいいるんですね。そういう人たちのなんだろう思いっていうのを踏みにじってしまったということをすごく深く反省しています。本当にすみませんでした。あので僕自身はあのこれ A さんにも伝えたんですが、これ今すぐツイッターのアプリ消去するよと。 僕はスマホでツイッターやってるんですけどもスマホとパソコンで,でスマホとパソコンも今週のですね月曜ぐらいかな月曜ぐらいにアプリ自体消去してたんですねそうすると、えー、ツイッターに流れてる映像はべて見なくてツイッターに流れてる情報全て見なくて済むのでで正直いまだに僕はそれを消去したままです。でこんなことを今のタイミングで言うかも言うのは変かわ分かりませんけれどもこれ僕は 誰かが炎上したとき、皆さん自身が将来あるかもわかりませんけど、炎上したときのですね、僕自身がやってみて一番なんだろうな安全な方法だと思います。よく見ないようにするとか気にしないって言うんですけど、それじゃ足りないんですよ。アプリ自体を消去しましょう。そうすると、アイディは残るんですけれども、アプリがないから気軽に見れない。そしたら見る確率が減るんですね。僕はそれで今週いっぱいですね、あの何も見ずに済んだので、淡々と。 なんだろうな時代の推移を見てで A さんとだけコミュニケーションを取るですねその他の人が何を言っているのか全くあの見ずに済みましたなので僕はいまだにあの Twitter のアプリを消去したままですしネットで自分の名前を探すというエゴサーチみたいなことも全くしていません Facebook であの自分のところに流れてくるタイムラインを見てるだけですでそういうわけでですねなんでこの話をしたのかというと他にどんな写真が出たのか 僕にはよくわかんないんですね一番最初のキスのプリクラ写真と LINE の会話画面を出てるのは僕が見ましたでもそれ以外に多分 A さんはいくつも写真を出してると思いますで,僕それ見てないんですけど多分それも全部本物ですでえー、っとですねこんなことを言ったあんなことを言ったというのにそういう記憶のやつに関して言えば僕はそれは本当ですとは言えないんですけれども彼女がその時にそう思ったことだと思います。なので、あので、ー、あ A さんが少なくとも自分の ID で出された写真は全て本物だと思いますのでまあまあなんでしょうこれはあのお詫びはさっき話したのでですねえど,れどの写真が本当やどの写真が偽かという話をするために今してますえ基本本的に大体全部本物だだと思ってくださいで次です。 え写真をですね流された僕とお付き合いしている A さんについてのですねあの配慮のお願いです。A さんはですね少し前まあかなりマシな状態だったんですね具体的に言えば一ヶ月ぐらい前かなりマシな状態でであのあ違うで今回のことがあってもですね三日前二日前から三日前ぐらいもやっぱりすごく安定したんですねでとりあえず僕はそのツイッターだけじゃなくてあらゆるネットを見るのを しばらくやめようで僕となんかそのメールだけでやり取りしようっていうふうに言ったんですそしたら何とか寝れるようになったし、まあ、薬もちゃんと飲めてるっていうふうに教えてくれたんですよでもあの急にですね、えー、もう LINE で岡田先生と話したくない怖いと全部ツイッターで公開でないと話さないっていうふうに彼女は、えー、言いましたで僕はあまたやっぱりネット始めちゃったんだというふうに思いました。で こういうい変化がですね、数時間とかすごい時はやっぱ数分おきに起きるぐらいちょっと不安定な状態なんですねでうんそういう不安な状況っていうのはなんだろう僕がやっぱそれは追い込んだものなんですけどもそれを僕だったら自分の内面で話すっていうことが年の子でできるんですけども彼女の場合はですねそれをついつい聞いてくれる人でそのツイッターとかでつぶやいちゃう。 つぶやいちゃうとそれに関して言い方悪いですけども正直言って無責任な方がわっと寄ってきて林立ててで彼女の方からさらにいろんな情報を引き出そう引き出そうとしてこう襲いかかるみたいな感じになってます、ね、で,でそれをやっちゃうんでですね余計に彼女は僕はあのちょっと体を悪くしてるというふうに感じてます。A ささんんとととはですねあのお母さんとあの話,せ話してくれという,ふうに 言われたのです、ね、お母さんの電話番号を教え,て僕教えていただいて僕はお母さんとも電話しましたで A さんが今体に、まあ、心身ともに良くない状況にあるのはお母さんも知ってらっしゃるんですねで、まあ、病院行ってたんだけどもお医者さんから処方された薬っていうのをちょっと一時飲むなと止められているとそれは A さんがいわゆるその規定量以上に飲んじゃうからっていうのがあってですねで、えー、だからその薬を止められたような状態なんですね。で 今コメントであのお母さんを脅迫したっていうふうに書いてあるんですけどそれがよく僕は分からないのでですね、えー、じゃあコメントに対して少しフォローしますとですねあのやばい状態になった時にお母さんに「これあのやばいですからネットで僕は日曜日にニコ生ですべて説明します」で娘さんの状態を説明してネットの人たちに ネットの人たち今はやし立ててどんどん娘さんをこうなんだもっとも,もっと家みたいな状態になってるんだけども冷静にちゃんと話すとあのそういうことしたら今危ない状態だと分かってくれるのであの多分止まってると思いますっていうふうに話したんですねでもお母さんの方はとにかくその娘の状態を話さないでくれっていうふうにおっしゃるんですね。でそれはさっきも話した通りそりお家がね僕らが考えているよりずっと立派なお家なんですよ。 だからお母さんにしてみたらそのなんだろうなほっといてくださいっていうニュアンスがすごく強いんだと思いますで僕もじゃあんそのことに関しては具体的にどんなことがあったのかとかどんな危機があったのかっていうのを今げにそのお母さんと話したんですけども話せないんですねで,で僕はお母さんに「でも話すしかないですよそうやって話さないって止めないと」っていうことが。 あとでお母さんの方から A さんの方に話したときに岡田さんはこう言ってるっていうのになって彼女の方が A さんの方 A さんの方で母を脅迫しないでくださいというラインが急に来たと。で母を脅迫しないでくださいというのに対して僕はお母さんにこんなふうに話したよというふうに過剰書きで1から6まででパッパッパッて書いて送ったらやっぱ彼女の方からリアクションが来ないんですね。で母を脅迫しないでくださいとか脅迫されているという部分その瞬間思ったことだけやっぱツイッターとかで流しちゃうみたいなんですよ。 なのでそういうふうな形になったんだと僕は思っていますすみませんここはちょっとこういう話は正直どうでもいいんですよあの今ですねその A さんはですね体重もともと僕があったときはあの虚食症でですね40キロぐらいだったんですけども現在37キロにまで落ちていて、えー、まあ、正直健康状態が危ない状態なんですねなので面白半分にですね 今これを見ている皆さんもあの彼女に対応すするのはやめていいたただきたいです、えー、それをしちゃうと本当に今より取りり取返しがつかなない事態になりますでご飯も食べれてないし寝れてないというふうに言ってるので僕の方はとにかく寝るとか食べるということもやるためには今やっているそのネットとかを見ないようにすると。で僕の方は先週の土曜日に大阪にいた時に会おうっていうふうに言ったんですけど彼女の方がやっぱ会いたくないっていうふうに言われました。で なんかその彼女は今すぐ来てっていうのと会いたくないっていうのがやっぱり両方あるので僕もできるだけその彼女のその時の状態に合わせたいのでなんか動きようがない時がすごく多いんですね。であの今現在僕は A さんとコミュニケーションを取るのはですねもともと LINE で頻繁にやっててで電話もしてたんですけども彼女自身が LINE がもう怖いっていうで Twitter で公開で話したいっていうふうに ことを言ってるんですけども、元々あの彼女ですね。小説家志望なんですよ。ですごくうまいんです。正直本当にうまいんですよ。で、文章だったら長い文章だったらちゃんと自分の思っていることをかけるんですね。でも line とかって一つ書いてああ違うなと思って、また書いていや違うと思って、また書いてって言ったら、もう自分の本意がどれか分かんないじゃないですか。 メールとか長い文章だったら1行目2行目書いてザーッと書いてったら「あこれ違った」とか「言い過ぎた」とか「こんないいこと言いたくわけじゃないんだ」っていうのを後で訂正で書き直せるんですけど LINE とか Twitter ってそれができないかなりその上級者向けのツールであるし自分のその時の印象は伝えられるんだけど感情自体を伝えるのもすごく難しいんですね。なのであの今僕はあと、えー、と そうですね、あとはその彼女がやっぱ衝動的な電話とかで言い捨てみたいな形で切っちゃってっていうふうなことがあったので「あの電話も今やめよう」というふうに言ってますで「必ずメールにしよう」って「メール来たら必ず返す」っていうふうなことをやっててでとにかくメールやり取りしてもう一回会ってちゃんと話しようっていうのをずっと繰り返し呼びかけてる最中です。でうーん。 A さんはあの元通りにですねもう僕と付き合った時のもともとの目的はそうだったんですけども小説家への訓練を続けるようにという,ふうに僕はずっと話しかけてますあの元々は僕と A さんとの共通の目的は数年以内に小説家としてデビューするということであの一応そのための課題とかそのためのステップも渡してましたいわゆる宿題も渡してるという状態ですねでステップも説明しましたで一緒にね2人で公募ガイドを買ってこの章に応募しようと。 あの僕が小説家としてデビューするのを助けるというのはコネを使って編集者をなんだろう紹介しようとかそういうのじゃないんですよ。そんなことしてもしょうがないですから。所詮し作家ってもう実力の世界なんですよ。だからあの彼女は短編とか書いてそれを小説の教室みたいなところを持ってったらそこで褒められたけなされたというふうなことですごい一喜一憂しちゃうんですよね。 そんな一喜一憂じゃなくて長いの書かないとデビューなんてできないんだからまず長いの書こう。でそういう学校でいちいち言われたからといって言われた人にすごい恨み持ってガーッて行ったりするのってそれは無駄だからやめようって話をずっとしてたんですけども僕はんだろうなちゃんと小説書いて評価されたら彼女は自分のその自身の自分自身に関して自信とか根拠がつくと思ってるんですね。だからあの その目標を僕は支えたいと思いますしサポートしたいと思っています。あの A さんは多分この放送を見てるはずなんですね。あの本名で呼びたいんですけども、ネット社会は本当にそういうふうなことは危険なので A さんと呼ばせてください。ネットしばらく見ないでこの放送はあの見てくれというふうに僕はお願いしています。A さんあの京都に僕が会いに行きます。とメールください。あの今も毎日一回または二回 くれるんですけれども、そうじゃなくて、ちゃんとしたメールください。ええー、一昨日ですね。あの公募ガイド二人で見て。あの目標を決めなそうって話しましたよね。あの、以前に書いた短編は、本当に僕はすごいと思いました。あれだったらいけるんですよ。あれを長くする三段も二人で話したはずです。で、作品種に選ばれたというようなことも、嬉しそうに教えてくれたじゃないですか。あの方法でいけるんですよ、僕らは。 でご飯もちゃんと食べましょうお医者さんの言うこともちゃんと聞きましょうその上で最初から一緒にやり直しましょうそれをやらないと何だろう岡田俊夫と付き合っていることが無駄とかそういうのではなくてなんかその自分自身がやっていることが嫌いになったりするって言ってたじゃないですかそれ繰り返してもしょうがないと思います。 僕も本当に何でもしますからできるだけのことをずっと追っかけてやりますので、えー、ぜひですねまず体を直して体重を4 0キロに戻すっていうのを何度も僕言ってますよね A さん体重を4 0キロに戻してそれからえ一緒にですね次の課題次の目標を決め直して6ヶ月後ぐらいですね具体的に言えば公募ガイドを読んでどこに応募するのかを決めましょう。A さんがかいあのちょっと 多分冗談だと思うんですけどもじゃあ岡田敏夫の暴露本書こうかしらそれでも構いませんとにかく何か書いてくださいあなたの生き方は僕は正直そこにしかないと思います作家にしかなれなれいんですだからちゃんと作家になりましょう、えー、ではですねあのまあここからうーん A さんだけの話ならば、まあ、これもまあいいとしてですね A さんを含めて彼女さんが9人いますという話をですね最初にちょっとしたんですけどもこ,こから話をします今日本全国にですね僕は彼女さんがですね9人います A さんを含めてですねだから A さん以外で8人日本中です彼女さんにはですね全員他にも彼女いますというふうに伝えています。で えー、この彼女さん以外にです、ねまあ、女友達というかガールフレンドはです、ねまあ、もっと大勢います数十人だと思ってください、えー、ご飯一緒に食べたりとかです、ね、そういう仲です、えー、その人たちとはまあお互いにそのガールフレンドというか女友達とは付き合っているとは思ってないので僕は彼女としてカウントしてませんデートしたりご飯食べたりするけど、まあ、それだけの関係です。で 僕にとってそ,そうじゃないその9人の彼女さんっていうのはですねもっと長期の関係なんですね、えー、例えば一番長い関係の人はですね彼女さんは元奥さんです僕の,あのもう十何年前に離婚した元奥さんでですね離婚後もずっと付き合ってます、えー、もうね彼女と初めて出会ったのは13歳の中学1年生の時でですね、えー、中学1年生の時に一目惚れしましてですねもう44年の付き合いになります。で えー、僕にとってはあの一生失いたくない人なので彼女さんの中に入れてますし本人にもそういうふうに説明してますでその他の彼女さんたちもあの基本的に付き合い期間が長いです、えー、15年ぐらいとかですねで、まあ、なんかなんでこんなに彼女さんがいるのかなんでこんな話するのかのろけ話とかじゃないんですね、えー、なんでこんなに彼女さんが必要なのかなんでこういうなんかこの A さんの事件っていうのは言っちゃえば A さんだけの問題じゃなくて A さん が他に彼女がいると分かっていて付き合うことによるストレスで起こったというふうに僕は思っているんですね。じゃあなんでそんなことを僕がするのかっていう話です。で、うん僕はですね基本的に言い方悪いですけども、あの自分の彼女から学びたいんですね。学びしか学べないと言ってもいいぐらいです。例えば僕は僕自身が持っている論理的な能力っていうのはですね。 あのほとんどその元奥さんですね。から学びました。僕は二十代のいわゆる。えー、岡田斗司夫ですっていう、あの例の青い炎の時は。もっと理屈がですね。むちゃくちゃだったんですね。例えば。その、これは世界で初めてや、だからやるんやみたいなですね。なんかこう。理屈になってないような大声で言ってる屁理屈だったんですよ。で。そういうのはですね。強制してくれたのは。その時の奥さんだったんですね。全て奥さんが。 論理的っていうのはあるパーツがあってそれにぴったり合うパーツがあってその関係性っていうのが誰から見てもどの時代で見ても異民族から見ても違う宗教の人から見てもつながることだっていうのをあの論理というっていうふうに言われてそれで一生懸命彼女に言うとそうした彼女の方から「いやまだ論理的ではない」ってこういう話をもう10年ぐらい続けてきてようやっとその僕は理屈で話せるようになりました。 なので、岡田斗司夫のその能力の半分というのは、実はその元奥さんからもらったものなんですね。で。今、僕はこうやって一人で喋ってます。この一人喋りの能力っていうのも、あのその時に付き合っていた彼女さんからもらったものです、えー、彼女に教えてもらったことがとか。彼女で趣味に彼女が趣味で始めた。 あの彼女にに勧められれたた趣味でですすねでそれに僕がっっっていっていどどんんん変わったんですよもともと講演とかではガチガチで話せなかったんですけども大学の講義とかも本当に最初できなかったんですけどそれができるようになったのはその時に付き合ってたまた別の彼女さんが僕に教えてくれた世界あと僕にやれって勧めてくれた趣味それのおかげでどんどん話せるようになったんですね。で教わるだけじゃなくてその教えるのもやっぱり僕はあのすごく楽しかったんです。 A さんとは今の話の京都の A さんとはフェイスブックで知り合いましたで彼女は小説を書こうとしていてさっきも話したように短編を見せてもらったんですね。ですごい才能ですごいイメージなんだけども他の作家志望者のなんかおじさんたちとかともうほにいざこざが絶えないんですね。であのせっかくのなんだろう想像力とか文章がです、ね、周囲への周りへの攻撃性で無駄になんかこうばらまかれてると思いました。 なので、僕は彼女にインタビューして、目標と課題を設定したんですね。つまり、作家になり方っていうのを教えたんです。教わってるだけじゃなくて。教えるというのはすごい楽しい。で。これ別に、普通の教室でもできるっていうふうに、思うんですけど、僕は。皆さんが思ったよりもっと主観的な人間なんです。感情で動くんですね。なので、自分の彼女だから、自分の恋人だからこそ、本当に親身になれるし。本人を理解したいっていう。その彼女のことを理解したいという気持ちがそのまま。 その何だろう目標設定とかですねそういうビジネス的なことにも使えるんですね。で彼女にならないとまあ襲われないとかですね教えられないことはないはないんですよ。まあ本当にあのちょっと自分で言うことがぶれてしまうんですけどもガールフレンドさんですねその彼女じゃないガールフレンドさんからもあのいっぱい教えい。 終わることありますあの古典芸能とかかでですすねね宇宙開発とかです、ね、あとあ恋愛とかですね歴史みたいなもの僕がニコ生で前から知ってたんだ岡田敏夫って博識だろうもの知ってるだろうというふうに独特と語っていることっていうのはほとんどがいろんな彼女さんガールフレンドから教わったことこれ面白いよというふうに言われたなんで岡田さんこれやらないのって言われたことばっかりなんですね。で多分僕はですねすごくあの惚れっぽいんですよ。 多分っていうのも変ですか。これっぽいんですね。だから本当は多分ほっといたらもっと彼女さんを作りたい人間だと思います。でもあの今の九人っていうのはですね、自分的にはもうこれ以上しばらく増やすつもりはないと思ってます。それはなんだろうな、お互いにうんちゃんと分かり合える人数の上限みたいな気がしてるからですね。それが一対一でないとダメっていう人もいるでしょうし。 いやなんか家族で3人4人って人もいると思うんですけど僕の場合は人人から9人の彼女ですねこの「のニコ生」のタイトル最初は岡田敏夫と8人の彼女それが後に9人と彼女って数が上下したのは何でかっていうとまあ今回の一件があったのでやっぱりあなたとは別れるみたいな話になりかけたこともあったんですけど最終的にじゃあもう数現状は9人ですと。 あのいちいち「今彼女何人です?」って報告するのは自分的にもやりすぎで変な気がするんですけどもしばらくはちょっとやりすぎ的に真面目にやろうと思います。なのでもうあのこれからはですねできるだけあのオープンにしようと思ってます。えっとですねまあ,あのこの間まで僕は「世間体を守ろう」としたわけですね。進撃の巨人で言うとですねウォールシーナが敗れたから その奥にウォールマリアって言うじゃないですか同じですねウォール世間体がこう破れたんですねで、ウォール世間体が破れたのに世間体のところで防衛策を張ろうとしてですねいやそんなことはないとか自分がやっていることは間違ってないとかもしくはそんなことやってないというふうにとぼけるというのは僕は戦略としてやり方としてはすごくまずいと思うんですよそうじゃなくてウォールなんだろうな あの世間体が破られたんだったらもうオープンにした方がいいし世間体というのは諦めて自分の本音やりたいことっていうのを大事にした方がいいと思いましたのですねこのウォール世間体というのは一旦取っ払いますなのでえこれからですね今彼女さんが何人いるのか隠しませんしえまあいちいちですあの毎週の放送で今何人いますって言ったりはしません。ただしですね あの彼女さんのプライバシーはですね絶対守りたいですだから特定するような質問にには絶対に答えません、えー、その代わり彼女さん側からですね「あ私の存在を公開してください」って言って自分で公開したら僕はそれを否定もしませんですね認めてくれって言われたら認めますこの人は彼女ですというふうに認めます今回の A さんと同じような形ですね。えー、なのので僕の方からは秘密にしませんが 彼女たちのプライバシーは守ります。で、僕の方からその人が誰かとかは言いませんですね。で、ガールフレンドでもいいかとかガールフレンドも言いません。ガールフレンドの人たちもじゃあ実はあれはガールフレンドじゃなくて彼女じゃないかというふうに疑われるから言いませんし、言いたくありません。ただし、それぞれの人が私は岡田紗友の彼女ですというふうに言ってくれたら、僕はそれを認めるんですね、えー。もうあのほぼここまでで話はですね。 あのもう40分ぐらいやってるので終わりみたいなもんなんですけどもあのそうですねあのどんな話するのかっていうのの目次みたいなものをちょっと一部出したのですねえまあ過去彼女さんが80人いたことがあるよっていう話とかもですねえもうこの話ばっかり延々続いてますから。 あのまた機会を改めてしようと思いますでそれはですねちょっと一言だけあのやっておきたいのは僕はその80人彼女がいたのは体重が120キロだった時代であってですねなんかここれを混ぜて話すと本当にね自慢話みたいに聞こえちゃうんですけどもそんな甘い話じゃ正直ないですあの彼女っていうのはですねそうなんだろうなデブだからとかですね無名だから 無職だから作れないということはないです。僕80人彼女がいたときは仕事もなかったですしデブでしたし、あのでもそういうのとは関係ないと思うんですね。で一人の人間を大事にするっていう生き方は僕には結局できませんでした。それはあの僕自身が、えー、最初の奥さんと結婚してしばらく経ったときにそれまでこういうふうに生きたいと思った自分と本当の自分があまりも違ったからですね。 えー、さらにですねあの今回もみたいなもんではなくてもっとちゃんと例えばあの質問したいとかそういうふうな方はですねちょっとあの取材申し込みをしてください、えー、そうすればですね今回と同じように取材する方も前へ出て僕と話をするというでそれを全てネットで生中継するという条件で取材をお受けします、えー、希望者多数の場合はですね何か方法を考えますのでですね えもしそういうふうなことを聞きたいとかですね絶対に知りたいというふうな方はえ申し込んでくださればですねただもうほとんど話してますしあと今ですね質問がガンガン,ガン来てるんですねそれを読んだらですねもうほとんど話になってるんじゃないかなと思いますえではですねここでですねもう一回アンケート取りますえ最初と同じことを言います。皆さんどううう思いいますすかかか岡田敏夫でででね許許せせるししょうか許せないでしょな えれでもよくわかんないでしょうかですね。えー、どうでもいいという方はよくわからないなところに入れてくださいアンケート出してくださいはいはい、はい、岡田敏夫ですね許せる許せないよくわからないえアンケートお願いします許せるわけねえだろう心底どうでもいいですね、えー、爆発しろこの会見が許せないこの会見が許せないという方は二ですねはい では結果を出せますでしょうか。はい、はいえー、許せるが減って許せないが増えました。<laughs> ですね、えー。そんなもんじゃないかなというふうに思います。えー、別にあの一生懸命です、ね、思っていることを話したから許せる人が増えるというわけではなくて、話聞いてみたらもっとひどいなっていうのが <laughs> 分かったのかもわかりません、えー。ではここからはですね、えー、ちょっと質問コーナーに入ります。ではよろしくお願いします。はい、岡田紘一郎さんのように。 僕もモテたいです。ま、<laughs> ちょっと待って、最初からそれ、はいはいはい、OK、はいはい、<laughs> です。はい。まず何をしたらいいですか？振られることです。あのモテるっていうことは振られることなんですよ。えっ、ー、とですね、まず第一段階として好きにならなきゃダメです。でそれはあの好きになれそうな自分を好いてくれそうな人とか脈がある人とかですね、そんな人を好きになるんじゃなくて、えー、まず自分が好きになって でえー、好きです付き合ってくれませんかと言って振られるところから始めるんですね振られても諦めない状態を持て、えー、るための行動というふうに僕は呼んでますのでですねえ振られるのが怖いっていうのはもう論外です振られてからです振られるのが当たり前ですえ僕ら男っていうのは振られる生物なんですよはっきり言ってあの男人口の1%ぐらいが振られない生物なんですけども僕らは振られる 生き物ですから振られてからのことを考えてくだれば今よりもモてるんじゃないかと思います。はい次お願いします。岡田さんは今回の一件を娘さんのように娘さんにどのように説明する予定ですか？あ娘はもうあのニュースを見てですねあのうちのですね元あ違う今はまだ家族というライングループがあるんですね。 それは僕と元奥さんと娘とが入っててで娘の今の旦那さんはまだ入ってないっていうですねまあちょっとそういうライングループなんだけどそこで娘は僕のことを父で言うんですけど「父スマートニュースのトップになってたよ」っていうのが来たんですね「ああもう知ってるんだな OKOK、OK OK」というふうに思いましたえ彼女がですね何人もいるっていうのはですねえ娘には何年か前に伝わっててですね娘がですね「父最低」っていうラインを送ってきました。 え、父最低って言いながらもなんかこう今日パンケーキ作ったとかそういうような話題を送ってきてるので、まあなんでしょうねあの別にあの娘に対して言ってない隠しているとかそういうことではないです。はい、次お願いします。九人の彼女さんとは相手も岡田さんのことを恋人と思っているんですか？もちろんです。はい、それはもうはっきりと、えー、お互いのに恋愛感情を持ってて恋人だというふうに思ってます。はい、次お願いします。 彼女の中に芸能人や有名人っているんですか。答えられません。<laughs> はい、次。岡田さんへ。女性と付き合っていて、デートとエッチ、どっちが楽しいですか。同じもんですね。その。なんでしょうね。なんか、そっちの方の質問にいきなりズバッときましたけれども。 セックスは楽しいですし、セックスしたくなくなったら、それは僕にとっては彼女じゃないですからね。まああのセックス関係のない彼女もいるはいるんですけど、それはそういうのがお互いに飽きちゃった。どんどんエロい話になってるな。すいません、この辺でいいでしょうかこの話題。<laughs> はい、お願いします。性感マッサージのインストラクターをやっていたという噂を聞。 聞きましたが本当ですか。<laughs> えー、えー、っとですね。ええー、あのキムミョンガンっていうですねあのセカウンセラーの方がいらっしゃってですねでそのキムミョンガンさんがですね、えー、セックスカウンセラーっていうのをやってるんですねでそのセックスカウンセラーのところに来て、えー、セックスしたいんだけども。 え相手がいないとかですねその男性が怖いとかですねあの全然そのセックスに恵まれないとかです、ね、また男性経験が全くないという方がいたらそのキム先生が選んだメンバーっていうのがあるんですねそのメンバーがあってそのメンバーの人がセックスするっていうですねボランティア団体がありましてです、ね、僕そこに一時期所属してましてですね。でえー。 かなりあのリピーターつくぐらいの人気でした。はい。はい。はい。すいません。後でもう一回あの許せる許せないのアンケートを取るともう結果が怖い。はい。えー、でそれはですね皆さんが思っているほどですね。 すごく楽しいもんというわけではないんですよ。それに限ったことなんですよ。っていうのはセックスに関して自信を失ったりですね、そのセックスする相手がいなかったりするところの最後の駆け込み寺なんですね。で、そこのそこに来てキム先生と面談されて、僕のところにはですね、週に三四回電話掛か,かってくるんですよ。いきなり携帯に。で、岡田さん、あと二十分後にセックスできますかっていうですね。すごいこと聞かれるんですよ。で、僕は大体はいオッケーですって答えましたです、ね <laughs> で、それからちょっとあるところで待ち合わせしてじゃあホテル行ってセックスしましょうかって言ってセックスするんですけども <laughs> この段階で僕に拒否,拒否権は絶対ないんですね。それは何でかっていうといろんなところでそのセックスに関してなんだろう心が折れたりですね傷ついたりした人たちが最後に寄ってくるところだから僕が断っちゃったらもう本当に終わっちゃうんですよその人にとって生涯のセックスっていうのが。でもう夫にも先立たれてもう年齢もいってるからこのままでまだ自分は。 40歳ぐらいなのにセックスする相手一緒にいないんだろうかと思っている人に対してはやっぱりすごいいいっていうふうにセックスして言うのが何だろうな当たり前だと思うというか当たり前いや礼儀だと思うと言いかけて礼儀はまずいだろうと思って当たり前って言ったけどとりあえずそういうことをですね何年か続けてましたのであの週に23回いきなり知らない人とセックスする でそれを満足させてちゃんとリピーターとしてこの呼んでいただいておまけにその人とは恋愛感情じゃないんですね恋愛感情じゃなくてセックスだけですから、えー、ちゃんとセックスできましたよね独り立ちしてくださいっていうところまでケアするっていうのをです、ね、やってました。なので僕があの女の人がすごい苦手だったんですけども、えー、女の人が割と話せるようになったのはこれがなん、えー、でしょう。あの 一応ブレイクスルーになったってことこですかね。売春じゃないのかっていうふうにだっと出てるんですけどもいやあの金銭関係の受理は一切ありませんしキム先生からもその金銭とかいうのは一切受け取ってませんしキム先生自身がそのセックスカウンセラーとしてこういうボランティアサークルを作ってるというのは自分の著作で何回も書かれてることなので特に秘密にしたことではないんですね。 あのただ聞かれてなかったすいませんこれもウォール世間体の外のことだったので,ですねさすがにこうあんまりい言わなくても済んだら痛くないなと思って聞かれたからしょうがないから答えましたもうあらかじめ質問俺は読め読めないんですよ <laughs> 怖いなはい次お願いします女泣かせは男の解消なのでしょうかいや女泣かせは絶対に解消じゃありません泣かせない方がねいいに決まってるんですようん あなんですけどもなんだろうな男が、ね、女のことで泣くのは実は男の解消だと思うんですよだから俺、振られろって言ってるんですけどねただ、女の人を泣かせちゃうのは、ね、あの避けたいんですけどもやっぱり今回ですね、えー、彼女さん A さん含めて9人いるんですけど9人ともやっぱりみんな泣きましたのでですねもう本当申し訳ないと思いまます解消でははありません、はいい次お願いします。 一見で岡田さんの仕事にどれくらい影響が出るんですか？うん、影響はね。あのまあ、あの朝日新聞と吉本の方とに話して、朝日新聞の朝日新聞じゃあの朝日放送の方はですね。そのこれは岡田さん結婚してないから不倫じゃないです。で、不倫であって、お互いの同意があれば彼女が何人であろうが別にあのうちは気にしません。という風うに言われました。で、吉本の方は吉本の方でちょっと来週。 会社的に OK のはずなんですけど確認したいから話し合いましょうと言われたので吉本のコンプライアンスとかマネージャーの人と来週話していきますで。一件だけ仕事に影響があったのがあの来週火曜日にです、ね、ある番組で「スター・ウォーズ特番」生でやるはずだったんですね。 でスター・ウォーズの前今までの6部作とこれからくる作品に対して1時間ぐらいがっとやるはずだったんですけど提供が、ね、ディズニー社で,です,、ねえー、すいません岡田さんディズニー社から岡田さん NG が出ましたというふうに言われて人生初の出演 NG をディズニーから受けてしまいましたこれが仕事に関すすする影響ですねはいい次お願いします80人というのは肉体関係ありだったのでしょうか。あもちろんあありです、あのー うん80人時代は大変でしたね <laughs> また機会を改めてはい <laughs>、はい、お願いします,次ですニューヨークに行かれたのもやっぱり彼女さんと行かれたんですかうん性格じゃなくてですね、えー、彼女と言ってませんただ彼女とニューヨークで、えー、待ち合わせをしましたです, <laughs>、えー、すいませんこれフリックスのメンバーにも言ってませんでしたけれどもです、ね <laughs> <laughs> 待ち合わせをして何日か会いました <laughs> これ理由がありましてですね僕あの何だろうなあのずっとあの人といるとですねすごいストレスたまるんですねだからこれものもすごい自分勝手な理由なんですけどもなので旅行とか行く場合は現地で会ってまたそこで解散っていうのがすごく多いので,ですねえ今回そういうですね方法でニューヨークでちらっと会いました。 はい次お願いしますキム先生から教わったテクニックを具体的に教えてください <laughs>、えー、キム先生はテクニックを何も教えてくれませんただ面接みたいなものがありますで岡田さんは女の人を触るときにどういうふうに触りますかというふうに言われたので僕はプリンの,の角を崩さないように触りますというふうに言ったら <laughs> キム先生が合格ですというふうに言いました <laughs> 多分その女の人を触るときの感触っていうのは プリンの角を崩さないぐらいだというふうに覚えておいてください。はい。50代を超えてもモテる方法を教えてください。モテるっていうのはですね、モテないことに負けないことなんですよ。あのモテるっていうのはモテる状態が来るとかですね。例えばこうテレビでこういう,ようなことを話したりニコニコでこんなことを話したら。 あの女の子でちょっとなんか有名になりたい子とか寄ってくると思うかもかりませんけどそれは違うんですよ。 あのイケメンだったら女の子寄ってくこういうようなことやったりゲーム実験やったら女の子寄ってくるんですけども僕みたいな男が何言おうと男がワンサが寄ってきてそしてネガティブなコメントを流す嫌なやつらがワンサが寄ってくるだけですってくる女女のの人人はみんんななな男前の女の人ばっかりなんですね。だから、えー、僕の,あの基本的に彼女さんっていうのはですね不幸なことにですね僕のファンっていうのがもういないんですねほぼ。 <laughs> そうでないところでとりあえずあの会っていいなと思ったら話しかけてで、えー、付き合ってもらってというのに繰り返しなんですねだからそんな楽なところありませんあのちょっと別のところでコメント流れた、えー、大学の、えー、生徒とかを誘うのかというのがあったんですけどそれもダメです今の大学の生徒っていうのは本当に同世代恋愛しか考えてないので,ですねもともとあのー、そっちの方に興味ないですし何より僕はですね そのこ,うでこういう言い方は何なんですけどもですね例えばその僕が所属しているサークルですねフリックスとかクラウドシティとかですねあと教えてるあの大学とかそういうふうな場で彼女を探すというのはですねなんかこうやっちゃいけないことですねそれはあのハラスメント的な意味もあるかも分からないですけどもそれは違うだろうといわゆるカテゴリー違いであって別のところから探してくるのが当たり前だというふうに今考えていますはいい次お願いします。 岡田さんって。なんでモナミン今日は読むのそんなうまいんだよ。<laughs> <laughs> はい。<laughs> どうぞ。岡田さんって、いくらなら A. V. デビューしてみますか。しないですね。あの僕の体は。痩せてた時ですら、やっぱお腹の皮がたるんでて、みっともいいもんじゃないですし。A. V. は出ないです。<laughs> はい、次。なんでプリクラでキスする。 に至ったんですか。あのプリクラ取りたいって言われたのでいいよいいよって。まさかそんなのを出すとは思わずですね。でまあ出したら出した時のことっていうふうにまあ、やっぱりどっかでちょっと考えてます。はいお願いします次です。この一件でぶっちゃけ岡田さんはもうあ岡田さんは儲けようとしているんですか。P.V. が伸びて喜んでいますか。 PV が伸びようが何が伸びようがです、ね、フリックスという仕組みはです、ね、僕の周囲にいるスタッフが儲かるだけで僕個人にはそのフリックスのメンバーから来るお金しか払われないんですねだから僕は固定給なのでこれによってお金が儲かったりしませんおまけにこれによって持てたりもしません、えー、どちらかというとこれによって生きにくくなるんですけども、まあ、自分が思っていることが正直にしゃべれるからその分いいなと思いますはい次お願いします。これで一応はい あ、じゃ、これで一応終わりで、じゃ、あ次は、えー、山田先生とのコーナーですね。こんなシチュエーションで、先生を呼んでしまう、えー。悪い子は誰かな。<laughs> 悪い子はどこか。<laughs> 今日はもう、俺吉田ゴの代わりに来たからね。<laughs> <laughs> なんか、あれでしょあの、いろんな女の人に、あいつをやっつけてくれって言われて。<laughs> <laughs> なんか、コメントも、レイジはよ、レイジはよって。<laughs>

ここの人にはどうしても空気が固くなっちゃうからやらかくしてくださいよみたいな感じで呼ばれてたんでお母さんにも言われてそういうことならみたいなそしたら本人から A さんからおもろし拾おかしくしないでくださいって直接言われましてだからもう本当にどうしたらいいんでしょうみたいな。それで私はさんが 岡田さん、こう丸め込まれて、岡田さんの味方になるのがすごく嫌ですみたいな人もずいぶんいて。大変ですよ。人類の半分を敵に回しましたね。はい。そして、あの、ついにセックスボランティア。その話もしちゃ。った大丈夫。ウォールはどこまで来て。いや、人類の半分を敵に回したんですけど。残り半分も味方ではないという。のがああ。すげえな。本当すげえわ。やっぱり。ね。とりあえず謝っときましょうか。 な、いろいろすみませんでした、本当に。川東証が本当に申し訳なかった、すみません。あの、基本的に男はバカなんで、えっと、こういうことになってしまいますんで、えっと。だめですよ、本当に。い。もういろいろと。と、りあえず、でもね。あの、一個ずついきます。はい。写真からいきます。はい。写真からいきます。俺ね。はい、はい、はい、はい。なんか、ああいうふに話してるからですね。 冷静なように聞こえるじゃないですか。理性的なように聞こえるですか。でしょ。辛いんです。辛いんですよ。信じてた。信じてた女になんていうの裏切られたとは言いませんけども、ちょっと待ってよ。話違うじゃんって言いたい時もあるわけですよ。でもね、そう追い込んじゃったの自分なわけですよね。でおまけに行動を起こしたのがその九人のうちの一人だけであって、残り八人も決して幸せないっていうのは。 俺でもわかるんんでですよ。な俺はこんな自分の好きな女ばっかりを不幸にしてものを学んでだから俺得たもんがあるからだだんんん小さくなってしまうう。そ俺が得たものはいろんな本とかあのエンターテインメントとかこういうようなところで話すから別にいいじゃんっていうふうに開き直りたいんですけどそれ開き直っちゃったら男でなくなると思うんですよね。 やばかったですね。先週ぐらい相当、はい。いやがですよ、はいいや。やばかったのはさっきですよついさっきの言い方で,いで俺なんかいつの間にか偉そうに話してるとか、はい、俺やってることは当たり前のことなんだ当然のことなんだみたいな感じで話してる順に気が付いてですね、はい、なんか折れるそうな心を一生懸命支えてるところに性感マッサージ <laughs>、はいはい,はい。すごいっす、ね、です怖いですよ、ね。と、うんえー、いやつうかちゃんと岡田さんってでも反省するんですよね。 毎回毎回僕思いますけどそうですね。そそって生きた後にいやそうなんかってそうですね。<laughs> やっぱあのねなんか正解がわかんないんですよね正解は例えば誰か一人だけを好きにするよって誓ってそういうふうに生きれるのかって言ったらそれはやってみたけどダメだと。 一人だけじゃダメ。一人だけじゃダメだ。じゃあ何人いればいいんだっていうことで、<laughs> はい、その八十から十五人時代というのは結構あってですね。で十五人はやっぱり毎月月末のスケジュール調整だけで大変なんですよ。<laughs> それはそうですよね。Google カレンダーがもうすごいことになるわけですね。ダブルブッキングが普通なんですか？トリプルまで一日三人まで。 で、そんなことしたらですね。はい、その彼女と言えなくなっちゃうんですよ。すね、それセフレとか茶飲み友達とかですね。はい、それになっちゃうんですよね。はい、で、そうじゃなくて、はい、それぞれの女ごとにその a さんにやってたみたいな目標であるとか、はい、こういうことを一緒にやりたいよね。とか、うん、あのこんな風にを暮らしたいよね。みたいなことをちゃんと話し合って、それを実現したいわけなんですよ。実現しようと思ったら。うん 一人でも普通難しいこと一、うん、人の夢を叶えることも難しいことを9人にやってて、うん、俺うどうなっちゃうんだろうってう明らかに積載量オーバーだけども <laughs>、はい、とにかく <laughs> 乗り切ってやると思って毎日一歩ずつ進んんででるだけなんですけなすどね <laughs> は。じゃあ基本的に俺のハードディスクにどれくらい入るとかメモリーにいくかどれくらいるとかそういうの考えないで、はい、とりあえず行く そうですね。ねそ,だその八十の時は本当に。<laughs> <れ>こいつ、この人誰だったっけって思う時も時々あったから。<laughs> えそれはボランティアの方が八十にいたわけじゃないんですか。じゃないです。うーすっげえ。 俺多分だからそのひもての代表みたいなことをおっしゃってたのをあれ嘘です。そのあそれも行きました。多分だからそれを信じて。いや信じてた人どうするんですか。それは俺言いたいのはひモテなんですよ。ひモテなんだけどひモテっていうのはつまり告白しても振られるだけなんですよ。振られる男はあの振られることを気にしなければなんとかなるのは俺も実証済みなんですよ。俺自身がひモテだったから。うん。 それはそうなんですけどね。はい。ひもてを語るなとか、お前モテじゃない。お前モテとは違う。モテはモテるやつだよ。なんすかそれ。教授ちょっとお願いしますよ、それ。今日の俺は理屈じゃないんだよ。ないんじゃない。っていうか、基本的に岡田さんの中に少女入ってるじゃないですか。はい。だから女性的感性にゴーって揺らぐ時はありますね。あります。ほんでわーって、もうめんどくさいとか、私帰るみたいになるじゃん。なる。 ででそうかと思うと、男性この人だけを守らなきゃダメだとか、そう男は一人の女を守ってなんぼっていう昭和男のやつが、やっぱりガーッと来るわけですよ。青春のアルカディア的なやつ。そうそうそう。鉄狼みたいなのが来るわけですそんな時はもう、基本的に僕、自己嫌悪っていうのはないんですけども、自己分裂になっちゃうんですね。頭がおかしくなりそうになる。自分を嫌うことができないから。 自分自身が分からなくなっちゃうなっちゃうお手玉状態になっちゃって、そういう時はなかこう言ってることが尻滅裂になっちゃいそう。いやもうコメント怖くて読めないよ俺。<laughs> い,いつもコメント考えんだけど、最近 <laughs> <laughs> からチラミする度にセックスの怪物みたいなものが書かれて,て <laughs> い,やいやいやいやそれはですね。あ性欲って書いてあるけど、<laughs> はい、性欲でねそんなね80人もね15人も付き合わずないじゃん <laughs> 本当にはっきり言って、それじゃないんだよ。 そうじゃなくて、はい、きれいごとで言えば。<laughs> はい、目があった女は全部を幸せにしたいという何人ですか。わか, <laughs> かんない。っていうところから始まって。でも、この女だけは幸せにしたいと思って、絞って九人なんですよ絞ったで。これをさらに絞っても、もうそろそろ意味がない。なんでかって、もうみんな好きなんだもん。みんな幸せにしたいんだもん。 時々俺以外の男で幸せになるの許さんって思う時があるんだもんうもう人類の4分の3を敵に回したいんだえ、というか、はい、じゃあ9人のうちの他の女の子が会ってない時に他のの男と会ってるのはいいんですか、はい、彼女の一人が他に男8人彼氏いってもいいんですか 辛いですね。なんですかそれ。<laughs> それ辛いですね。辛い,す辛いですよ。むちゃくちゃですね、はい。辛いけど仕方がないって俺口で言いますけども、もうだからそれは A さんから別れ連れられた時みたいなもんですよ。自分の感情と関係なくじゃあ別れようというのと同じように。はい 他に男いるとかいやあなた他に男いるからあ女いるから私も他に男作るねっていう風に昔言われたこともあるんですよ。すよでもその時はやっぱり、はい、精一杯平気のふりをして頑張りました。それはそうだよねって言って <laughs> 言いました。<laughs> 家帰ってオナニーにするんですよ。そいつとのことを思い出して。

僕のですね。この生き方ですね。そのはい、あいやその下です。はい、え僕のこの生き方ですね。えっといわゆる彼女が急にいるでそういう生き方をしてて、未だ全員と別れるつもり別にないというのに関してですね。ちょっとあの皆さんにですね。ありかなしか聞きたいんですね。であり、かなしかの2択で答えていただきたいんですけども、男性と女性とでさらに分けます。え、この番組見てる人の？ おそらく10%か15%のぐらいが女性なんですよ。なので、はい、怒ってる人たちです、ね。<laughs> 怒ってます。今から四択出します <laughs>。男性は男性の方でありかなしかを押してください。女性は女性の方でありかなしかを押してください。えー、ではアンケートを出してください。うん、はい。はい、えー。男性でこの岡田斗司夫の主張を言ってることがありだと思う人は、男性ありの方。な、うんうん、しだとないかに、ね、しろって思うんだったらだ、な、うん、し男性の方ですね。で、女性で よりによってありと思う人はあり女性女性で当たり前だなしに決まってるわとかです。あと俺この名古屋でこの話したときにちょっと聞いたんですけども自分の彼氏じゃないから全然 OK っていうようなとこはわ割といたんで彼氏にはそうしてほしくないとはい。ではですね皆さんアンケートクリックしてください結果出ますかお願いしますはい、ました。ほらあ10%ぐらい女の人ではいえ 男はありがやや多くて女性はなしがやや多いぐらいでも、あが女性の中で40%ぐらいの人が僕の生き方がありでまあでもそれもちろん当たり前ですけど自分の男じゃない限りっていうエクスキューズをつくと思うんですけど、ね、自分の男と関係なくそう女性ってそんなにねやっぱ、はい、この番組見てる女の人は俺男前だと思ってるんですよ。<laughs> いい言い方をすれば男前、悪い言い方をすれば、ええ女じゃないかもしれない。将校軍。いいんですか？いますよ、そういうこと言ってる。大丈夫です。はい。そうなんだ。で、男は、意外そうさっきの許せる許せないよくわからでが許せないの方が多いんだけど、実はこうありの方が多いといはい。いや、俺ね、日本のね、はい。 学校ってやつで、男子半分、女子半分みたいな。その時にみんな何を思ってるかというと、俺の分の女はいるなって思ってると思うですよ。そうですね。でそれでちょっと安心してとかあるじゃないですか。だから岡田さん一人で9人持っていかれたら、はい、俺らの分どうすんだよっていう、見てるかと。そんなことを思うやつは、もともと一人も配布されてないんですよ。ちょっともうそれ言わないの。もう。でもその感覚と、はい、あ、なんなんだろうな、その。 えー、一緒に子供育てましょうみたいなところのセットになってる情報いっぱいじゃないですかそうするとあんたその他,も他の8人も育てるのみたいな、うん、そうのその自分何分の1の労力しか回ってこないんだみたいなこともあるじゃないですかありますこの辺結構大変な問題じゃないですかまあずかずかと <laughs> まあずかずかと踏み込んでこられるわあなるほどなはあ、はあ そうなんですよね。ね結局家族をいくつ持てるのかっていう。そうあんた支えられるのかって。はいはいはい。はいはい、それは経済的にかもわかんないし、そうそう人間的に、はい、時間的にいろいろなものがありますけども。はいはい、うーん、正直僕はあのなんだろうな。例えばシングルマザー,ーと付き合うのも全然嫌じゃないんですよ。はいはい、でシングルマザー,ーと付き合ってるときはその、はい。その あのだからシングルマザーと付き合ってその子を自分の子供として育てるのも全然嫌じゃないんですねそういうのを含めて僕は家族だと思ってるんであってですねんだろうな独身同士が結婚して子供を産んでこれが本当の家族であとは連れ子だからあれは本当は俺の子じゃないとかっていうのって。 なんかあんまりアジア的でないような気が、うん、あの、まあ、いわゆるステップファミリー的な考え方ですよね。はい。そうするとあれですか。なので、<laughs> の女いや、<laughs> はい。だから僕はその自分が食わしてる人数が家族って考える時もあるし、はいはい、あと自分を中心として繋がっているのが家族っていうふうなのも考えるので、はい、あのー。 そうですね。うん、なんかここら辺はね <laughs> そのリアルに今彼女たちと話し合っていることとちょっとつながってくるんでうまく言えないんですけどもそれぞれの彼女の家族さんも僕にとってやっぱ家族なんですよね。うん なんかえー、それすごい量ですね。じ、はいはい、じゃゃになるはいやいやその親戚を含めて家族と行ってるのでい、はい、それは僕にとっては岡田一族なんですけどもそうじゃなくてそれが例えば B さんにとっては B さんを中心とした一族というのがあるべきであってそれは僕もそこの中に入ってると。でそのほかっていうのがあってそれがそのんだろうな 人ののながりというのがあの僕は「拡張家族」って呼んでるんですけども、うん、家族というものの定義を一回ばらして、うん、もう一回組み直した形だと思ってるんでだからあんまりその若い頃だけ付き合って年取った彼女と別れるというようなあの生き方ではないですね本当にできるだけ長く付き合いたいなと思うし。さっきよマイケル岡田で出てましたよ マイケル富岡はその綺麗な女の人と旬の時期だけ付き合いたいというあっちの方が僕の方は何でしょうねどちらかというと面倒を見たい方という厄介な感じですよね。いやねあのちゃんと知らなかったんですけど「<laughs> うんはい、プリンセスメーカー」ってゲーム作ってますよね。はい あれってプリンセスをメイクするゲーム。そうですそうです。それを作られたんですよね。そうですそうです。その延長上で今またプリンセスをメイクする。そうかもわかんないね。そういうべの問題ですか。だからそれぞれの彼女には何だろうな自分の人生の目標っていうのを叶えてほしいと思ってるんで。はいあじゃあ一番その女の子たちにしてあげたいことの優先順位は。い。さいち大事一番大事な彼女たちに何をしてあげたいと思ってるんですか。あのね。うん。 えげつない言い方になるんですけども、すっごい辛かったけどこの男と付き合って面白かったって思わせたい。ですえげつね。すごいな。そうですか。まあ、そういえば僕あの僕もきつい恋愛をしたときにはあの僕も覚ってこれでたくさん経験値あげようと彼女にたくさん傷ついたけど大丈夫大丈夫髪型、大丈夫そうそうですね。で思った。 ですよね。やっぱりだから単なる恋愛ってそれ分だけ成長するっていうのは、うん、まああるかなと思いますけどね。うん、最近のアリス岡田さんの界隈ではあれですよメタルスライムって言われてますよ。えなんで？すぐ逃げるし <laughs> <laughs> 倒したら経験者ゃなくなる。<laughs> <laughs> <laughs> 逃げてるぞ。逃げてないよ。逃げてないですね。A さんとどんなに小向き合ったのか、もでも12月31日、1月1日どんなすごいイベントがあったかですよ。本当に。いやそうですね。あのちょこちょこ LINE であの実況中継がもうもいたんで。はいそれはお母さんとの約束で言わないことになっています。いかに大変だったみたいなことはちょっとなんなとなく分かってるんですけど、はあそうすか。 これあれあなんですか僕思ったんですけど、うん、この岡田さんの人生生き方みたいな、うんはい、それからその人間関係それから今までの,、えー、の結婚のあり方男女のあり方みたいなものから次のステージに行こうという、はい、模索の最中でそのキ,キスプリが出てしまったみたいな感じなんですか<笑><笑>そうですね。だから実,のはあの実は1年半前から年半だこれいつ公開しようというのはずっと考えてたんですね。 で、その元奥さんとは、はい、いつ公開しようというのはずっと話したんですよ。はいはい、絶対にその今彼女が何人いるとかかつてこうだったっていうのは。はいはいはい どっかで公開しなきゃいけないけどどのタイミングだとどのタイミングで言えばフリックスメンバーが引かないのかどのタイミングで言っても引くよ大丈夫でしょうか大丈夫でしょうか大丈夫じゃんい違う人たちが寄ってくる可能性がありますよねいや80人の衝撃そしてあのセックスボランティアの衝撃明日のイチメイヤーです岡田斗司夫セックスボランティアやって <laughs> ダメだ、これ絶対面白おかしくなっちゃってるよ、はい。ええー、すいません、<う>あの、はい、じゃ、あちょっとセックスボランティアの話もなりましたんで。はい、あい限定放送行く前に、謝罪は何に対していやか。傷つけちゃう女の人いっぱいいるって話ですよ。わ、はい、かりました。はい、あのー。<laughs> 人には心があるって話ですよ。単純に。はい、あの、本当に申し訳ございません。<laughs> すみませんでした。本当に、あの、これからね。あの。<laughs>